年期で太った人、これ食べたら痩せます。マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。気がつけば40代50代になって、私たち女性は更年期になると女性ホルモンの分泌や筋肉量、代謝の低下により太りやすくなります。なので若い頃に比べて年齢に合わせて食材を選んでいくことがとっても大切です。そこで今回の動画では更年期のダイエットにおすすめの痩せる食材を5つ紹介します。この動画をご覧いただくと、痩せるだけではなく辛い更年期の症状が早く楽になるので、ぜひ最後までご覧ください。本題に入る前に、今後もこのような情報を見逃さないためにチャンネル登録をよろしくお願いします。では早速、更年期のダイエットにおすすめの痩せる食材トップ5をお伝えします。更年期のダイエットにおすすめの痩せる食材トップ5、第5位はさつまいもです。更年期の人が太る特徴として体の冷えがあります。例えば夏でも手足やお腹が冷たくって、夜中に何度もトイレで目が覚めてしまうなんてことないですか？更年期になると血行が悪くなり、このように体の冷えを感じやすくなります。こんな体の冷えを改善してくれるのがさつまいもです。さつまいものビタミン E や食物繊維が血行を良くし、体を温める効果があるからです。例えば急にカーッとほてて滝のような汗が出るなんてことないですか？これって更年期の冷えの特徴なんです。上半身は暑くて汗をかくのに、下半身は冷えやすく寒さを感じるといういわゆる冷えのぼせですね。このような方はさつまいもを食べると血行が良くなって冷えの改善につながります。こんなさつまいものおすすめの品種は、お米よりも糖質が低いあっさりした甘みのナルト金時です。逆に日本一の糖度を誇るねっとり食感と甘さのある紅はるかは食べ過ぎ注意ですね。次にさつまいもの痩せる食べ方は、冷まして食べること。すると太る原因の血糖値の急上昇を抑えることができるので、脂肪を溜め込みにくくしてくれます。とはいえ食べ過ぎ注意なので、普段の食事でお米の代わりにさつまいもを食べるのがおすすめです。このように工夫してさつまいもを食べることで、体の冷えが解消されて代謝を上げることができます。辛い冷えのぼせから早く卒業しましょうね。ここまで更年期のダイエットにおすすめのさつまいもの効果をお伝えしました。では次に、更年期のダイエットにおすすめの痩せる食材トップ5、第4位はバナナです。更年期の人が太る特徴としてストレスがあります。例えば何でもないことでイライラしたり涙が出たりすることはありませんか？更年期にはストレスが増加しやすく、気分の浮き沈みが激しくなります。こんなストレス解消に役立つのがバナナです。バナナのストレスを和らげるセロトニンの生成を助けるトリプトファンが、気分を安定させる効果があるからです。例えば子供がお弁当を残しただけで、早起きして頑張って作ったのにどうして残すの、なんだか悲しくなって台所で泣いてしまった、以前ならこんなことで泣いたりしなかったのに、なんてことないですか？おおらかで明るかったのに急に鬱っぽくてネガティブになってしまって、私どうしちゃったの？実はこれって更年期には珍しいことではないんです。こんな時はバナナを食べることで気持ちが落ち着き、心が穏やかになります。そこでおすすめは無農薬のバナナです。実はバナナって農薬の量がすごいんですね。なので安心安全のバナナ、例えば手軽に手に入るローソンの田辺農園さんのバナナなど、詳しくはこちらの動画もご覧くださいね。次にバナナの痩せる食べ方はホットバナナです。バナナは体を冷やす効果があるので、豆乳ヨーグルトにレンチンしたホットバナナとシナモンパウダーを入れて食べるのがおすすめです。このように工夫してバナナを食べることで、幸せホルモンの材料をしっかり作って毎日笑顔で過ごしましょうね。ここまで更年期のダイエットにおすすめのバナナの効果をお伝えしました。では次に、更年期のダイエットにおすすめの痩せる食材トップ5、第3位は卵です。更年期の人が太る特徴として筋力の低下があります。例えばちょっとした買い物でも疲れやすい、階段の上り下りが辛いなんてことないですか？更年期になると筋力が減少して体力の低下や疲れやすさを感じることが増えます。卵の良質なタンパク質が筋肉の維持と修復に役立つので、筋肉の低下を防いでくれます。例えば片足立ちで靴下が履けないなとか、ペットボトルが開けづらいとか、何にもしていないのに体が重く感じる
じる。こんな筋力の弱さやバランスの悪さを感じることはありませんか？こんな方は卵を食べることで筋力の低下を防いで筋肉量を保てるので日常生活が楽になっていきます。こんな卵のおすすめの食べ方はゆで卵です。特に暑い季節はシンプルに天然塩や岩塩などで食べるといいです。汗と一緒に出ていってしまうミネラルが摂取できますよ。1日1個を目安に食べ過ぎないようにしましょう。このように工夫して毎日卵を取り入れることで筋肉の低下を防いで元気に過ごしていきましょうね。ここまで更年期のダイエットにおすすめの卵の効果をお伝えしました。では次に更年期のダイエットにおすすめの痩せる食材トップ5第2位は納豆です。更年期の人が太る特徴としてホルモン分泌の減少があります。例えば朝起きた瞬間からも何もかもが面倒で食事の準備もしたくないなんてことないですか？更年期でホルモンバランスが崩れると体調不良や気分の変動が激しくなります。納豆に含まれるイソフラボンは女性ホルモンのエストロゲンに似た働きをしてホルモンバランスを整えてくれます。例えばもうとにかく体がだるくって最近仕事も休みがち、まだまだ働きたいのに仕事を辞めようかと悩んだり、もう体がしんどくって気分も沈んで毎日が憂鬱、更年期障害で体調が悪いと周りに伝えても理解されずに辛いなんて感じることはありませんか？こんな方は納豆を食べてホルモンバランスを整えて不快な症状から解放されてもっと軽やかに毎日を楽しく過ごしていきましょうね。こんな納豆のおすすめの食べ方はスナットです。国産大豆の納豆に純リンゴ酢大さじ1入れて1日1パックを目安に朝食べるといいです。このように毎日の食事に納豆を取り入れることで更年期の不快な症状を軽減して明るく気持ちのいい毎日を取り戻すことができます。ここまで更年期のダイエットにおすすめの納豆の効果をお伝えしました。では最後に更年期のダイエットにおすすめの痩せる食材トップ5第1位はトマトです。更年期の人が太る特徴として基礎代謝の低下があります。例えば以前は同じ量の食事をしても体重が増えなかったのに最近は簡単に体重が増えるようになったなんてことありませんか？更年期で基礎代謝が低下するとエネルギー消費が減少して体重が増えやすくなります。トマトの成分リコピンで基礎代謝をアップさせることができます。例えば更年期になると水を飲んでいても太るなんて言われるほど本当に痩せにくくなります。実際に私たちの筋肉量は年齢とともに減っていくわけですから、その分基礎代謝も下がることになります。気づけば人生マックスの体重になっていた、もうこのままだと本当にヤバいって頭では分かっていてもなかなか痩せずにいる人って多いですよね。こんな方はトマトを食べて代謝を上げて日々の体重管理を楽にしていきましょうね。こんなトマトのおすすめの食べ方は50度洗いです。トマトのヘタを取って50度のお湯で2、3分洗うといいです。すると農薬が落ちやすくって鮮度もアップして日持ちもします。また無添加のトマトジュースもいいですね。ただトマトは体を冷やす作用があるので常温や温めて食べたり飲んだりするといいです。このようにトマトを日常的に取り入れて基礎代謝を上げて痩せやすい体を作っていきましょう。ここまで更年期のダイエットにおすすめのトマトの効果をお伝えしました。さあいかがでしたか？今回は更年期のダイエットにおすすめの痩せる食材トップ5をご紹介しました。もちろんお伝えした食材だけで痩せるのではなく腸内環境を整えるバランスのいい食事が取れていることが大前提ですが、年を重ねると筋肉量の低下や女性ホルモンの分泌低下により太りやすくなります。なので若い頃に比べてより具体的な症状にアプローチしたダイエット効果の高い食材を選んでいくことが大切です。今回お伝えしたことをぜひ実践していただいて体型や体調を気にすることなく40代50代を楽しんでいきましょう。そして今後リバウンドなしで人生最後のダイエットにしたいという方は私の公式 LINE がおすすめです。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプが分かるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど合計
23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。今回のまとめです。更年期のダイエットにおすすめの痩せる食材トップ5は、第5位さつまいも、第4位バナナ、第3位卵、第2位納豆、第1位トマトでした。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための役立つ情報をお伝えしますので、今のうちにチャンネル登録とベルマークのクリックをよろしくお願いします。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねやコメントお願いします。また質問には私がお返事しますね。ぜひ繰り返しご覧いただきお役立てください。それでは今回も最後まで見てくださりありがとうございました。